ザ・テレビジョン YouTube をご覧の皆様、こんにちは、山旦那です。ザ・テレビジョン、なんだろう、いろんな人ともっと話したいなっていうのは、なんかやっぱり10代だとこう打ち上げとかもすぐ帰らなきゃいけなかったりとか、そういうところがあったので、今までなんか時間的に話せなかった人とかともいろいろ話聞ける機会は、まあ、もう必然的に増えると思うので、そういうところはすごく20歳になる上で楽しみにしてるところではありますかね。仕事はその年で20歳になったから役が大きく変わるかって言ったらそうではないとは思うんですけど、でもまあでも少しずつ社会人の役とかそういうのもやっていけたらいいなとは思います。最初は普通にもう OL さんみたいなのをやってみたいのと、お医者さんとか医療系ですかね、やる機会があったらいいなって思います。いとこたちにお年玉をあげたいと思いますいつにしようかなってずっと考えてたんですけど、やっぱ20歳の節目かなと思って、ちょっともう大人だぞっていうことでお年玉をあげる計画を立ててますまあ女の子の幼なじみみたいな子はいるんですけど、私はあの地元から出てて、幼なじみはまだ地元にいるんでそんなにしょっちゅう会えるわけじゃないんですけど、でも久々に会うと本当に何時間でも話してられるし、なんか何言っても受け止めてくれるし私も受け止めるのでっていう安心感があるから、めちゃめちゃ気抜いてます多分あんまり自分が出てるのを見るのが得意じゃない人なんですけど、でも最近なんか配信とかで、あ、この映画配信されたんだとか、このドラマ見れるんだとか、カンパケわざわざいっぱい出さなくても結構こう回ってくる時があって、そしたらちょっと飛ばし飛ばしで見たりはします。でも恥ずかしいから全然ちゃんと見れないですね。中学校2年生ぐらいの時にその雑誌のドラマみたいなやつで、知らん出せる人って小学生がすごい恋愛してるドラマがあるんですよ。それはちょっと見れないね、さすがに今は本当にすごく楽しいなって時期ですけど、やっぱりずっと等しくそのモチベーションがあるかって言われたら、それはどうだろうって思っちゃうし、そのモチベーション保つためにもなんかそのための努力が必要だなって最近はすごい思うんですけど、でも今楽しいって思うのとかはやっぱり今までやったことない役ができてるとか、お仕事仲間の人と話してお互い頑張ろうってなったりとか、そういうちょっとしたきっかけですごく私はパチッと頑張ろうって思えるので、いろんな作品との人との出会いっていうのが、なんだろう、そういうスイッチになってるなっていうのは思いますね。こういう質問になるとすごいざっくりになっちゃうんですけど、いつも程よく休んで働いて美味しいものを食べてやりきったって年末に思えるような年にしたいです私が出演する映画名もなき世界のエンドロールが1月29日に公開されます。この映画はですね、岩田剛典さんと新田真剣佑さん演じる木田と誠がある目的のために2人で奔走するという物語なんですけれども、私が演じるヨッチがその目的にどのように関わってきているかもぜひ注目してご覧いただけたら嬉しいです。ぜひ見てください。よろしくお願いします。なんでさ、私たちは一緒にいるんだろうね。俺の世界はこう3人でできてんだよ。孤独な3人のかけがえのない小さな世界、いつまでも続くと思っていた。裏社会で交渉人となった木田と、表社会でのし上がった誠、二人にはある目的があった。リサにふさわしい人間になるためだよ。本気か？本気だよ。君人殺せると思う？警
結婚してっていうサプライズとかだったら超上がる。じゃあなんでだよ。気になってしょうがねえんだよ。頼むよ。ちゃんと。それは日本中を巻き込むある壮大な計画だった。一日あれば世界は変わっちゃうんだよ。危ない橋っていう自分のために渡るもんだ。分かってます。頭おかしいんじゃないの。ラスト20分の真実にあなたは心奪われる。誠！木田、お前にもドッキリ仕掛けといたかんな。名もなき世界のエンドロール。